ニンニク大好きです。はい、オッケー。でも、ザールかけて、ホルモン、ニンニク、はい、やっぱりニンニクってスタミナにつながりますから、全部小皿にします。毎日でも食えるぐらいうまいですね。生ニンニクってやつです、俗に言う。業務用のニンニクとはうちのは一味も二味も違うよっていうのは、なんだかんで言ってもやっぱホルモンと焼肉ニンニクはかなわないよね。ニンニク大好きです。常連様ですね。はい、いつも一時はホルモンにハマってね、それからね、ニンニク食べてからね、もうずっとニンニクのダブルでいっちゃうんですよ。自分であの餃子屋やってる、まあ、せがれから聞いた。あ、そう。あの自分うちの餃子ちょっとお持ちしたので、もしよかったら皆さんで味見程度ちょっと少ないんですけども、ね、いやいや、ありがとうございます。可愛い。私の母が作ってる餃子です。あの半分私台湾人なんですけれども、うん、台湾の小籠包みたいな。そうだよね、今これ小籠包みたいな。なんかこんな綺麗な温泉とフードはないですよね。内側が綺麗なフードは、うん、毎日やっぱ拭かないとね。うん、朝はここから始まって、そうですか。一般の人から見るとこんなもんなんじゃねえのって思うかもしんねえけど、どんだけ一日に油使ってると思うのって思うとね。そうですね。私はもう寝に切るんだもん。営業は10時から。もともとはあのうちのじいちゃんの頃はもっと早い時間、7時の朝飯からやってたんだけど、やっぱり今はコンビニもできて、うん、簡単な朝飯を食う人が増えてからはちょっと遅くして、54年な、半世紀は過ぎたっていう。昔だからもう携帯電話もない時代に、店の中に公衆電話があって、そこであのトラックの運転手さんとかが、はい、あの会社と連絡取ったりなんだりしてたんだけど、で注文をしてできる前の間に電話だって電話して、はい、で会社とやり取りしたら急遽向かわなきゃいけなくなっちゃって、それで仕方なく頼んだメニューをいっぺんに買っておくために、はい、ラーメンの中にそのうちのホルモンをざっと入れて囲みをしたの。
そしたらそれが美味しかったっていうんで、それを作ってほしいってそのお客さんが言い始めて、その人がお友達を連れてその食べ方をしてるうちに、あのどん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 そのお友達の中で広がっていって、それを見た他のお客さんも食べてみたいってなって、その人たちだけの裏メニューだったのを20年前かな、メニューに出して看板も作ってちゃんと皆さんに周知してもらうっていう形にして。じゃあそのお客さんから始まったメニューっていう。そうで、それを今度うちの方で接客をお店に出すんだからってことで、いろいろ工夫していくうちに今の形になった。私実家肉屋だったんだよ。それで実家のメンチを作りたくて、震災でダメになっちゃったんだけど、南相馬っていうとこなんだけど、私それで、あ、じゃあその時のメンチを今再現。私も好きだったから、お肉屋さんのメンチって本当美味しいですよね。美味しいですよね。コロッケだってハムカツだってね、唐揚げとメンチカツは私が仕込みやってるから、持ってった時に大きいっていうので目が行くじゃないですか。ちっちゃいの2つ食べやすい、確かに。でもやっぱり目で食べてもらいたくて大きくしました。マヨネーズとソースがすごく合って、息子もやっぱりその食べ方が好きで、大きいから炙く見てもらうと分かるけども、低温でじっくり揚げないと。すごい、こう見るとすごいですね。はい、ご飯味噌汁お願いします。でそれにうちの先代じいちゃんが作ったホルモン定食の炒め物、これを乗せた形になります。2種類の味噌を使い分けているので、合わせ味噌として出す形です。お客さんが初めて合わせる合わせ味噌って形ですね。でその上に刻んだ白ネギと、あとはすりおろしたニンニク、そして糸唐辛子が乗ってます。結構ニンニクもこうたっぷり。そうですね、やっぱりニンニクってスタミナにつながりますから、うちみたいなお仕事しながら食べるっていう方はやっぱり必要かなと思って、すりおろしたニンニクも一般的な皆さんがイメージする業務用のニンニクではなくて、店内ですりおろしてますので、生ニンニクってやつです、俗に言う。工場製品ではないところがうちのこだわりですね。営業マンの方とかちょっとニンニクの匂いはっていう方のために、別皿やなしにもできますので、ただやっぱりお店側としては食べてもらった方が絶対美味しいですね。それから一般の業務用のニンニクとは、うちのは一味も二味も違うよっていうのは、かけてる時間も違うで、うちは食べ方にもおすすめがありまして、お客さんにやってもらう合わせ味噌なので、まず最初にしっかりともつラーメンを混ぜてもらって食べてもらうと。そしてもう一つが、お腹の好き具合にもよりますけど、できれば小さなライスをうちやってますんで、そのライスを一緒に頼んでもらって、麺を食べ終わった後のスープに追い飯してもらって、うちではなんちゃっておじやなんて言い方してますけども、その食べ方をしてもらうのが最高に美味しいです。やっぱり食べられる方は小ライスでは少ないって言って半ライスとか2ライス、中には大盛りライスをチャレンジっていう方もいらっしゃいますし、はい、OK。お願いします。
うちの先代はね、本当の和食の花板さんだった人、本当に腕のいい方でしたよ。うちの味は全部親父が作った味なので、そのまんまの味を、レシピはそのまんまです。ああいう天才型の人が作ったものは直せないので、先代と一番の思い出は、あの方味が色で見える人で、色で、うん、感覚なんだろうね。冬でね、忘年会、うん、予約が入っててね、うん、寄せ鍋のタレを作って、まあ、お醤油入れるわけですね。そしたら味がちょっと足らないねって言ってやってたんだけど、うん、親父が貸してみなって言って始まったわけ、うん、一瞬ちょっとだけお醤油足したんだよね、うん、こうやって見てて、ほら色が変わったでしょ、いや、どこがティースプーン一杯ぐらいしか入れてないわけだからね、こんな大きい鍋で作ってるんだ、ほらこの色だよ、色だよ、分かんねえから、この人味が色で見えるんだと思ったね、あの時。ああいうのって本当に感覚なので、うん、真似はできないので、俺たちはそれを数値化するしかないんで、何が何グラムって正面ブロック、あ、それ先生に、タンメンハンちゃん、はい、味噌チャーシュー、ホルモン、ニンニク、はい、お願いします。まあ、僕はあれです、ホルモン定食、タンメンとタンチャーハン、ま、毎日でも食えるぐらいうまいですね。40年代ぐらい食ってます。小学校ぐらいから食ってますから美味しいです。はい、ラーメン入ります。はい、お願いします。全部小皿別に一人で、はい、洗ったりで、はい、はい、お願いします。あ、この子はね、一つね、はい、どうぞ。はい、味噌汁は？まだです。ナッツに初めから2つです。お願いします。お待たせ。はい、もつラーメン2つ、はい、あとホルモンライス大盛り2つ、はい、じゃあもうちょっと倍差出してるわ、はい、
はい、お願いします。これよ、これ両手で持ってっから、今これ整骨院に通ってんの。もう長年それがもう職業病になっちゃって、もうここが悲鳴上げてて、忙しい時はもうガッとやって2つ持つんだけど、整骨院に行ってます。もつラーメンにサンライスのセットです。うちはこうやって3代目さんがやってるからだけど、それをよく言われるも俺だって、今だって、よくせがれ戻ったねって言われる。俺もそう戻ったっていうことは、この方はね、全然別な商売だった。そうなんですね。ちなみにそれは どういったお仕事をされてたんですか？塾の講師やってたんですどうしてまたお店戻ってこようと思ったんですか？30になったのがきっかけですかね。区切りも良かったし、大きいところにいたな。大きいところにいたんだけど。
やっぱりじいちゃん代からもう本当に長いことやってるお店だから潰れちゃうのも忍びないなと思って、これが戻んなかったら後継者がいないから潰れちゃうしかないわけだから、なので戻ってね料理を作ろうかなと。なんて言ったらいいんだろう、うちのじいちゃんそのものがもともと塚川の人ではなくて、塚川で受け入れてもらってこれだけ長いこと商売できたから、こうやってどん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 お店がなくなっていっちゃう中で、逆に今度僕たちが地域に対して何ができるんだろうって思うと、まずはお店を続けることと、そうですね、うん、せっかくこういう4号線っていう立地だから、市外の方県外の方もたくさん寄ってくださるから塚川のいいとこを広めようってことで、こういうふうにいろんな塚川の紹介をするようなものを置いてるっていうのもあるんです、うん、それで少しでも塚川に興味を持ってもらって街中散策でもしてもらえたら一番いいなと思って、うん、いやしかもこんなに本当にもうほんの少しこの前いただいた美味しい餃子のお菓子。